ちょっと前まで3、400社って聞いてたのに、なんか最近なんか1000社ぐらいとか噂が。この人のそのオーナーさんのね、ストーリーがやっぱり重要で。あ、ストーリー、そうですね。皆さんこんにちは。こんにちは。今日もやってまいりました。YouTube チャンネル。今日も前回に引き続き、企業法人部の伊藤グループリーダーをお招きしてですね、ざっくばらんにちょっと話していきたいなと思うんですけど、今日のテーマ、何にしましょうか。今日は今での情報はたくさん出てると思うので、まあ、慣れてる人にとっては非常にいいんですけど、これからチャレンジしたいなとか、やっぱり若くて成長してこっからいろいろチャレンジしていくぞっていう人が、何からしたらいいのとか、最初 M&A で興味あるなぐらいのところですね。そう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 、誰にやったらええねんみたいな、まあ、そういったところをなんかちょっといろいろザックバランに話せると面白いかもしれないですね。あ、なるほどね。仲介会社って相当あるよね今ね。あ、ありますね。目立つところで10社ぐらいあるし、スピンアウトしましたみたいなところでいくと、ちょっと前まで3400社って聞いてたのに、なんか最近なんか1000社ぐらいとか噂がめちゃくちゃあるっていう。ありますね。噂だよね。でそうなるとなんか各社に問い合わせして、100社あったら100社全部に問い合わせして、情報ってみんなそれぞれ持ってるの多分違うんだよね。あ、そうですね、違いますね。まあ、M&Aセンターが持ってる会社さんの情報と、他の会社さんの仲介会社さんが持ってる情報って、まあ、絶対違うんですよね。なぜかっていうと、専任専属契約っていうのを結んでる仲介会社さん多いので、いろんなこう仲介会社さんにこうまずは問い合わせをして、まあ、情報を攻撃取ってもらうっていうのが会社のファーストステップ。そうですね。で、そこで秘密保持契約を巻いて、まあ、情報をもらうと。情報をもらったり、秘密保持契約を巻くのって、まあ、M&Aセンターは無料ですけど、業界的には多分お金かかんないよね。あ、そうですね。お金がそこでかかることはもう今の時代全くないと思いますね。情報はタダで入りますね。そうだよね。である程度その案件の良し悪しはあるものの、はい、もう欲しいものと情報としては多分1年ぐらい探してると絶対入ってあ、そうですね、来ると思うんだけど、大量に情報多分来るじゃん。はい、来ますね。企業概要書っていうのパワーポイントで30枚40枚ぐらいでまとめられたその紹介資料みたいなのもらえると思うんだけど、何を持って選べばいいんだみたいな、はい、で見送った案件あれ良かったなけど躊躇しちゃったなとか、こう情報量が入ってくる量はあるけど、それがこう動くスピード感もすごく速いじゃん、やっぱ検討してる人の方が多いから、はい、来た時にどういう判断軸を持って検討すればいいかっていうのは、これからこう情報を知りられる人っていうのは持っといた方がいいと思うんですよ、はい、なんかその辺のこう基礎的な持っておくべき軸みたいなのあります、うん、これって語るとね、多分人によって軸が違うんで、もう10個20個30個と出てくるんですけれども、僕の観点でいくと、お客さんにこう意思決定してもらったタイミングのお客さんの感想を聞くと、やっぱり皆さんいうのが、まあ自社も含めてですけど100点の会社ってないですよねっていう、諦めっていうとおかしいですけども、目をつぶれるところは目をつぶるっていう観点と、まあ目をつぶってことは何かしらのリスクってことだと思うんですけど、そのリスクをどう保全できるかっていう観点は意思決定のフォローとして大事な考え方ですかね。で、あとは、まあ、僕のすごい好きな考え方、今の現在地から何をやりたいかっていうふうに考えると、どうしても100点近い会社を探してしまうというか、いや、こう考えてこうじゃないなけど、なんか将来こうなりたいなっていう、まあ、大きな夢とか、記者として今実現できてないけど実現したいことで、その手段として今 M&A があると思うんですけども、そうなってくると、このエリアでこういう事業をやりたかった、こういうタイミングでこういうことをやりたかったっていうところに当てはまると、結構勇気を持って進められるケースが多いかなっていうふうに思ってるので、何したいか、どうなりたいか、まあそれが漠然とでもいいから、ある程度その持った上で、じゃあそこにこうフィットするかしないかっていうのがまず一つ重要だ、あ、そうですね、そうですね。あとなんか情報量がこう揃っているか揃ってないとか、はい、ある意味その売りたい会社さんと買いたい会社さんが最終的にはこうご縁があって結ばれるんだけど、はい、売りたい会社さんの意思って結構重要じゃん、なんでこう相手探してるのか、はい、そのお金を出されるいわゆる買い手さん、譲り受け企業さんって、やっぱりそのお相手の顔が見えてない中で案件をもらうので、やっぱり疑心暗鬼になりやすいですよね、まあ、これ仕方ないことだと思いますし、僕もやっぱりいろんなお客さんにいる中で、まあ、不安にならない会社さんはやっぱり一社もないので、やっぱりそこに対して、なんでやっぱ真摯にその僕も譲り受け側の担当なので、譲渡を希望される企業の担当者には必ずなんで売るのかっていうのを聞いて、まあ、そういったご不安に寄り添うってこともやりますし、その人のそのオーナーさんのね、ストーリーがやっぱり重要で、あ、ストーリー、そうですね、創業オーナーなのか2代目の社長なのか、本当にそのご体調の面でスピード重視でやりたいっていう人もいるし、中にはね、業界の流れを見て今が一番自分たちを高く評価してもらえるから、今売りたいっていう人もいるし、全部正解だと思うんだけど、そうです、なんかその中小企業の MA でいくと、まあ
よくシナジーって事業のことばっかり言いますけど、人同士のシナジー、実はここが一番重要だなっていうのは感じますね。だからこそ、その1回目に会っていただくトップ面談っていうのもすごい重要ですし、まあ、売り手さんの譲渡理由は変わらないですけども、受ける会社さんのスタンスとして、相手がどういう気持ちで臨んできているのかっていうのを把握した上で、トップ面談を臨んでいただいて、結果、その一緒に M&A で一緒になっていくと、まあ、譲渡した会社さんからすると、お渡しした形ですし、買った会社さんからすると、受ける立場ですけども、ね、ただやっぱりその、新オーナーさんと旧オーナーさんの距離の取り方って、売り手さんのその譲渡理由によって、多分違ってくると思うんですね。やっぱそこを把握した上で、自社にフィットするのかどうかっていう考え方はすごい大事かなと思いますね。企業概要書をたくさん見ていく中で、書面上でより好みするんじゃなくて、気になる会社さんがあれば、その相手のオーナーさんとか会って話して判断していくっていうことが、それが一番どちらかというと有意義な検討、最終的にその買うか買わないか別としてね、買わなかったとしても次にすごいつながる。そうですね。概要書ばっかり見てて、なかなかこうずっと1年間経っちゃったとかっていうと、なんかもったいない。もったいないですね。ちなみにこの YouTube チャンネル見ていただいて、はい、ちょっと案件情報を見てみたいなっていう場合は、伊藤君に問い合わせをすれば、もう僕にいただければくれるぞ目の前にある案件だけじゃなくてね、社長さんにとって何をやりたいのか、何実現したいかみたいな話を、まあ、1回目からこういろんなものを提案するだけじゃなくて、本当にいろんなお話を聞かせていただいたり、僕の話もさせてもらって、なんか将来どうなりたいかっていうところを、いろんな社長様と語り合いたいなっていうのが、僕のこの仕事をすべての楽しみの部分なので、問い合わせをいただければと思います。ぜひ YouTube の下の方におそらくリンクが貼ってあると思いますので、そこからあの登録いただければすぐに伊藤くんが参ります。はい、すぐ飛んでいきます。じゃあ今日はこんなところで、はい、ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。